ブルース・マシューズは、ノースカロライナ州、ローリー出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のヒューストン・オイラーズ、テネシー・オイラーズ、テネシー・タイタンズで1983年から2001年までプレイした。ポジションは、オフェンスラインマン。NFL 史上最良のオフェンスラインマンの一人と考えられている。プロボール選出は14年連続14回で、2012年現在、 NFL 最多対記録。現役引退後は NFL チームのアシスタントコーチとなっている。彼はアメリカンフットボール一家に生まれた。彼の父親、クレーマシューズシニアは1950年代にサンフランシスコーティナイナーズでプレーした選手であり、兄のクレーマシューズジュニアは NFL で19年間プレーした。のクレマシューズ世は2009年の NFL ドラフトで、 グリーンベイパッカーズにドラフト一巡目で指名されて入団している。1970年代にマシューズ一家はシカゴに住んでおり彼は一年間地元の高校に通ったがその後ロサンゼルスの高校に転校した。高校時代彼はオフェンスラインマン、ディフェンスラインマンとしてプレーするとともにアマチュアレスリングでは地元リーグの最優秀選手となった。高校卒業後、 USC に進学した彼はオフェンスラインマンとして活躍し4年時にはオールアメリカンに選出されまたモリス賞を獲得した大学時代に彼は1994年からオイラーズのヘッドコーチとなったジェフ・フィッシャーとチームメイトだった1983年の NFL ドラフトで一巡目全体9位でヒューストン・オイラーズに指名されて入団した アール・キャンベルのリードブロッカーとしてもプレーした。レフトガード、ライトガード、センター、ライトタックル、レフトタックルとオフェンスラインの5つすべてのポジションでプレーした。彼はガードとセンターでプロボールに NFL 最多記録体の14回選出された。またオールプロに9回、オール AFC に12回選出されるとともに NFL1990 年代。 オールディケードチームのガードにも選ばれている。彼はオイラーズ一筋でプレーし、296試合の出場はプレースキッカーやパンターを除いた最多記録となっている。オフェンスラインマンとしては史上最長の19シーズンプレーした。彼は2001年に現役を引退した。その後彼の背番号74番は永久欠番となった。 2007年にプロフットボール伝道入りを果たした。これはチームがテネシーに移って、以来初の選出であった。また1983年にドラフト指名を受けた選手としては、ダン・マリーのエリック・ディッカーソン、ジョン・エルウェイ、ジム・ケリーに続く5人目の選出となった。2009年に彼は、ヒューストン・テキサンズのアシスタントコーチとして NFL に復帰。 2011年シーズンからはフルス・タイタンズでアシスタントコーチをしている。彼の5人の息子のうち3人は高校、大学でアメリカンフットボールを行っている。2010年、その1人であるケビン・マシューズがルーキーフリーエージェントでテネシー・タイタンズと契約した。ありがとうございます。